追い出しバンドです。このバンドはですね、私がやりたい曲3曲を今からやります。1曲目、感覚綺麗のおっぱいでした。はい、で MC なんですが、私がちょっと喋るのもあれだと思ったので、みんなに順番に喋ってもらおうと思ってて、じゃまず、はい、シオンからどうぞ。こんにちは、楽しんでますか？はい。あ、マジ俺も言うとこともないですよね。これ萌えに言えばいいの？これはじゃあ萌えちゃん、はい、どうぞ。短い間でしたがありがとうございました。ありがとうございます。幹部と照明長、ん？一緒だな。うん、お疲れ様でした。Thank you.
がとうございます。あいみょんのイメオイベンガルでした。次は夏美に話を伺いたいと思います。実はこのバンドは萌えが最後って聞いて最後にやりたいってことで私が集めました。で、小学生の時に萌えとバンドやる予定だったんですけど、いろいろありまして今日が最初で最後の萌えと組むバンドです。ちょっとありがとうありがとうございました。最後は大親友の花姉ちゃんよ。そうですね。もう一択ですね。はい。嫌そうな顔しない。なんだろう、萌えちゃん、なんだろう、フレマンもフレマンから最初からずっと一緒で、ハマも組んで、結構。何回もバンド組んでるし、今日も別にオリコン最後じゃないんですけど、萌ちゃんお久しぶりの萌ちゃんのやりたい曲ってことで誘っていただいてありがとうございました。以上です。ありがとうございます。普段ね、休みとか花見とか本当に話さないからちょっと MC してもらえてよかったなって思ってます。次の曲はですね、次で最後なんですけど、マジックオブライフっていうバンドの線香花火って曲をやります。これはですね、まさみから私が教えてもらって、そこからハマって私がめっちゃ好きになった曲なんですけど、まあ、それも踏まえてエモいなって思いながら聴いていただけると幸いです。ありがとうございました。流れ星
ありがとうございました。